ゆっくりとした時間が過ぎていくバレエステーション前半の旅、何も起きない平和な日々、動画としてはいかがなものだろうか。でも何も起きないからしようがない、これがリアル。この後バレエステーションの過酷なメインミッションが控えている。モールミッションの準備を着実に進めていくマケオ、無事にモールにたどり着きミッションをスタートできるのだろうか。そしてミッションの行方は。はい、おはようございます。6時半と。じゃあ準備して、出発しましょう。よし、じゃあ行きましょうか。この世界もゾンビばかり、生きてる人間俺一人、ゾンビがお前を狙ってる、ここに神はいるのか。終末世界、いつも恐れるが戦え、あ、ゾンビだったな。孤独と恐怖不安に打ち勝て、終末世界、終わりのない負けをの旅が始まる。この世界はお前が主役、やるぜサバイバル、ゾンビ倒して安全確保、食料調達拠点も確保、ケンタッキーは俺の庭、縦に長いマルドロー、俺は好きだぜ不人気マジで、治安の区域だけどずっと忘れちゃいけない軍事施設、これがホテルでしょ。ゾンビばかりのこの世界、俺を狙ってゾンビが襲う、狙われてるのは本当に俺、俺がお前を狙ってる、倒してやるぜ。傷を恐れるが戦え、孤独と恐怖不安に打ち勝て、終末世界、その先に答えが待ってる、この世界はお前が主役、やってやってやるぜサバイバル、喉がカラカラ水を確保だ、肉が食いたい罠を指示だ、詐欺ゲット、ヘタッキーは俺の庭、発射新車はリバーサイ、ゾンビ多いが意外と小さい、ウェストポイント、モルで暴れのバレーステーション、道に迷うな強大なルイビル、これはあなたがいかにして死ぬかの物語、何をやるかはお前次第、やってやるぜプロジェクトゾンボーイ、最後の街バレーステーション、これで終わりだ俺の旅、ヒアトの最後の旅が始まるぜ、行くぜバレーステーション、いないね。うん、ゾンビがいるね。ほい、よし、じゃあ行きましょう。なるなよ。ならない、残念でした。レッドワイン飲んでいくか、もらっていく。いや、これ危ないんだよな。よし、じゃあ正面の建物見に行きましょうか。正面はなんかレストランやった記憶がある。うん、じゃあ正面から行きましょうか。開くかな。開いた。ならない。くー、怖かった。今なんかなりそうな雰囲気した。ああ、ゴミ袋はもらっていきますと。おお、こしょ、よしよし、これは裏、ちょっと待って、ゴミ袋あったね。うわ、出た出た。こっちから来てんだよな、やらしいわ。このなかなかやってくれるね、作りは。ってことはこっちはなんだこれ、なんか空間。もう終わり。
じゃあちょっと積みます。はい、 OK。 じゃあまだ12時ね。ガンショップ行きますか。まあガンショップもまたゾンビがいると思うんで、それを排除して、おっと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 、危ない危ない、あ危ない危ない、あ危ない危ない危ない、くぅ、あ違う、こっちじゃない、あ違う、やばいやばいやばい、当たるか、うわ危ない危ない、逃げろ、ここには用事はない、これが邪魔だった、おい、ゾンビがワキワキウォッチングね、そういうことね。で T 字路を下に行ったら、あのお菓子屋さんだったっけ、なんかショップがあって、こっちまっすぐ行くと、ああ欲しいな、ちょっと槍がないんだよな今、その槍が欲しいです、作るのめんどくさいんで。 OK、 状態いい、待ってましたよ。来ました、はい、まあまあいるね。はい、ここがガンショップと射撃場だけど、ちょっと待って、OK です。うん、はい、周辺のゾンビ倒しました。はい、まあ今のとこ静かですね。まあ森の中には数匹まだ残ってるとは思うんですが、このガンショップというか、射撃場ですね、射撃場は一旦落ち着いておりますと。でここを、リバーサイズバレーステーションのメインの行動拠点にします。ただまだ何もね、拠点化してないんで、今から拠点化しようと思います。では拠点化後どうぞ。ここの、シューティング場所なんていうの、シューティングプレイス、射撃場ですかね、はい、こちらを、拠点化しました。はい、拠点化して、まあ一泊二泊ねできる感じにしてますと、はい、こんな感じでね、ゾンビが来ても大丈夫という感じにしてます。はい、屋上にはね畑もちょっと余裕があったんで作りましたけども、この畑は使うことはないでしょう。はい、まあ、ゾンビの死骸がありますよ、いっぱい、まあいろいろやってました。まあこの拠点を作るのにもね結構時間かかってます。はい、まあねもう時間は飛ばしてますけどね。でこの拠点を作った模様とかも一応ライブ配信で垂れ流し配信しましたんで、まあ興味のある方はまあ見ていただいて、まあちょっとマキオさん死にそうになりましたからね、このゾンビども相手にしてて、まあ、危険な場面もありましたけど大丈夫でした。無事に拠点も出来上がりまして、ついに足場が固まったと、行動拠点できました。これから本命の特別ミッション、モール特別ミッションを開始するという形になります。今現在ここにおります。そしてモールの場所なんですけど、近くにもうあります、ここですね。はい、ここどこになるんだここかな、ここがモールになるのかな、うん、まだ行ってませんよ。もう一発勝負、取れ高あるかないかは分かりませんけどね。まあ何度も何度もこの拠点とモールを行き来することにはなると思います。はい、
かなりいい時間がかかる作業かなとは思うんですけども、で今回のミッション特別ミッションなんですが、一応、まあ、またちょっと説明するのめんどくさいんで、まあ、こちらの回で、まあ、ここの部分、何分だったかな、ありますんで、ちょっとそこを見ていただいたら詳しく説明をしてます。ミッションの説明をですね、まあ、そっちを見ていただいて、まあ、大枠だけ、は映像を作ってますんで、そちらをご覧ください。Valley Station Mission. Valley Station Normal Mission. Collect usable items. Obtain useful items for crafting at MAKEO's main base. Mall Special Mission. At the start of the mission, the only item in your possession is water. All other items are procured locally. During the special mission, you can only eat locally procured food. You cannot use weapons, tools, or fire to kill zombies. Stomping on zombies is cool. Using tools as tools is allowed. Securing designated items in the mall lodging on mall rooftops. はい、まあそんな感じですね。まあそれを細かくね、説明したのはさっきの回で、説明してますんで、まあ、そっちを見ていただければと思います。そして言うのを忘れてたんですけど、車の使用、これ言ってなかったなと思って、一応車は使えます。はい、まあ物とかも運ばないといけないんで車は使えるんですが、車でのゾンビの殺傷は禁止で、これねちょっと難しいんで、結構車運転してると、自分が予定してないけどゾンビにぶつかって殺しちゃったとか踏んづけちゃったらダメージを与えてしまったとかあるんで、まあ、それに関してはちょっともうなるべくゾン車では倒さないようにすり抜けながら行きますけども、要するに故意に、車を使ってゾンビを倒すことも禁止という形にします。故意、はい、もうちょっと偶発的に突発的にちょっとぶつかってしまって、あなんか死んじゃったってね、一匹ポーンとぶつかって避けますよ、なるべく避けるんですけど、まあぶつかって死んだ場合はもうそれはちょっともう今回チャラにしてください。もうゾンビもきっとめちゃくちゃいると思うんで、ルイビル編のルイビルのモールありましたけど、あそこのルイビルのモールでさえ、1700匹いましたんで、さすがにここのモールは、まあ、モールもあるし映画館もあるし、まあ、その他建物もありますんで、まあ、総勢2000匹3000匹ぐらいは軽くいると思います。はい、なので、まあ、ちょっとねそこは多めに見てくださいと。故意に使ってやることはダメと、車でプツ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 潰すことはダメ、はい、これ追加でやります。はい、まあ、そんな感じでしょうか。はい、で、荷物、最初の荷物は水のみ、はい、メインの持ち物は水しか持ってません。はい、カバンにも、まあ、ボトルに入った水、それだけ。そしてウエストポーチの前後ろ、はい、空ですね。はい、しっかり空、まあ、出発するときにまた確認はしますんで、まあ、こんな感じで出発します。はい、もう道具も一切持ってない、武器も持ってない、もうあとは現地調達、食べ物も現地調達、そして、エリアになります。はい、一応モールのエリアはこのエリアをミッション対象エリアとします。はい、そこのエリアの中では全て のルールが適用されると、ね、特別ミッションのルールが適用されます。そして一応それ以外は適用はされないという形にしますけど、基本ゾンビは倒しません。はい、まあ、ほぼ同じ、同等の条件を引き継ぐと。はい、ただここでゲットした食べ物とかありますよね。まあ、この日はちょっともうここまでだなっつって行動拠点に戻りました。で、行動拠点に戻ったんですが、ここに一応ね食べ物とかも多いコーヒーとかねあるんですよ。こうもちろんこれはダメですと、もう食べれませんし飲めませんし、現地でモールで調達した食べ物だけをここで食べると。はい、そして出発する時も
ゲットしたモールで、調達したものしか持参することはできません。はい、また出撃するときはですね、はい、まあそんな感じになります。もちろんここに本がちょっと置いてますけど、本も読むことはできません。はい、あくまでもここだけ。ここ今空にしてるんで、ここにゲットしたものはここに入れます。はい、結構厳しい戦いになると思いますね。本も読めないんで、まあ悲しみとかが出てくると視野も狭くなりますからね。もう正直ね、どうなるか分かんない。もう行ってみないと分かんない。石油にゾンビがどんどん出てきたら、もう一旦一回帰ろうかっつって帰るかもしれません。はい、あと指定アイテムについて、なんですけども、指定アイテムはこちらになります。はい、こちらがモールになりますね。はい、でモールの1階なんですけども、まあいろんなねお店があります。そして大きいですよね、入り組んでます。ただゲットしないといけない指定アイテムは一応ね、ここのちょうどど真ん中、これ服屋さんかな、ちょっとわかんないんですけど、ブティックか服屋さんだと思いますけど、靴屋かもしれないしね。まあここの お店の品物一つ何かゲットすると、指定アイテム、まあ何かを指定するわけではなく、ここのアイテムを一つゲットしましょうよと。まあなんでそうしたかっていうと、まあ真ん中にあるんで、まあ絶対にこうモールの中央まで行かないといけないという、ちょっと足かせをつけたくて、ここを指定してます。まあ何でもいいんですよ、だから結局は、なのでね、こうにまあね、まあ、例えば1階の ここのアイテムを取れとか言ったら、もうすぐピッて入ってピッてね取ればすぐ終わっちゃうんで、もう中まで侵入しないといけないというね、こういうちょっと難易度を上げとこうかなというところですね。はい、で次2階、こちらが2階ですね。で2階のですね、2階のアイテムはこちら。はい、一番奥のね、病院かな、ここは何の病院かわかんない、歯医者さんかもしれないし内科かもしれないんですが、こちら入り口入って一番奥ですね、この奥の部屋の何か、まあ医療品なんか好きなのを選んで1個ゲットすると。でなんでここにしたかっていうと、まあ一番奥というのもあるんですが、これね、ちょっとね、ここが入り口で、あとね窓がないんですよ。まあ窓があればね、外からこうなんか階段作って侵入するっていうことも考えられるんですけど、まあ窓がないんで逃げ場がないと、結構ね大変だと思うんですよ。で一番奥まで行かないといけないんで、まあこの中にゾンビが結構いたら大変ですよね。まあここのねアイテムをゲットするという感じでございます。はい、でちなみに、はい、こちらが屋上になりますね。はい、屋上はこっちから屋上に出るルートがあるんですけども、まあここのね、まあ屋上であればどこでもいいんですけども、一泊するという感じになります。ちなみにね、はい、ということでございます。はい、こちらが指定アイテム、モールの中に入ってで、この指定アイテムだけはゲットしないといけない。この指定アイテムをゲットしない限りは、モールはクリアとなりませんので、まあかなり、厳しい状況ではございますと。さらに難しい状況にしました。このミッションが成功するのか成功しないのか、負けようにも分かりませんが、早速まあちょっと今日は12時半なんで翌日出発しましょう。はい、翌日ですね、ミッション当日始まります。7時ですね、朝の。まあここから今水はちょっと水だけ補給しましょうか。もう水が命綱。はい、
もうここから車に乗って出発からミッションはスタートですね。で、本格的なミッションスタートはエリア内に入ってからとなります。ちょっと霧が出てんな。だいたいミッション当日っていつも霧なんだよね。マキオさんついてないな。どうなんのねえ大丈夫かな。とりあえず行ってまず様子を見ます。どういう状況なのか、モールがね。あの場合によってはすぐ帰ってくる可能性もありますよ。はい、まずは初日で行ってちょっといろいろ考えます。はい、とりあえず行かないとね、状況を把握しないとどう攻めていいのかっていうのが考えられないんで、じゃあこっちですね。緊張する。大丈夫かな、行けるかな、モール特別ミッション、間もなくスタートとなります。こう曲がって、うわうわ、あ、今の、あ、ちょっとあれはなしね。ああいう、あ、こういうのねちょっとゾンビが移動してますね。移動ゾンビが激しいな。はい、到着します。うわ、もうこれ無理よ。こんないるよ。うわうわ、すげえいる。ちょっと一応避けますけど、はい、来ました。どっから行くかな。いやー、ゾンビ気づいてんな。うわうわ、ちょっと待って、これいけんのか。はい、じゃあ、モールミッションスタートです。まずはどうしようかな。やっぱ食べ物はとりあえずいるから、一旦ここに止めるか。はい、ちょっと移動ゾンビ、うわ、ちょっと待って、これマジか。倒したらダメ？無茶だな、このミッションマジかよ。そうだよね、まあ来るわな、ゾンビ。これ相当時間かかるぞ。まあとりあえずゾンビいますわね。一回誘導しましょうか。誘導しないと始まらないよね。一旦どこに誘導しようか。まあ一応駐車場は広いんでなんとかなると思うけど、えぐいよこれ。やるか。まあ一旦ちょっとこう食べ物屋さんあんまり走れないしね。疲れ、もうね、疲れやばいってなったらもうすぐ帰ります。はい、そしてうわ、移動してんな。あそこなんか溜まってるよね。なんかかなりゾンビは移動してますね。そうだね、レストランあたりは一回ちょっと、アイスクリームはさすがにな、腹の足しにならんもんな。アイスクリーム屋の隣なんかあったよね。あ、あるわ、コンビニがある。うん、一旦ここら辺のゾンビ誘導します。で、走れないからね、あんまり走るともう大変だしね。霧が出てんだよな、いつも霧出てんだよな。ワンミスでもう本当に死ぬし、ゾンビ倒せないし、このゾンビの量、これ全部倒したらどん
いやこれ3000以上いるな。3000以上はいるよ軽く。まだモールにもいるしね。この周辺の施設もかなり大きい施設、あの映画館とかもありますし、いやーやっべやべ、一旦少しずつゾンビを、ノックスバンクか、あーそういえばあったね、ノックスバンクもね。ノックスバンクは相手にせず、食べ物が欲しい、まずは。で、水、ペットボトルとか、そういうのもゲットしときたいよね。長丁場ですよ、このミッションは。本当に。もう、ありがとうございます。これは無理かもな。このちょっとやりすぎたな。ルール設定やりすぎたな。3匹だ、4匹か。いやきついな、これあんまり倒せんな。どうするよ、一回これちょっと、あ霧は晴れてきた。まずは11時、もう11時20分、これ1日できる。あれちょっと今日はまず食料だな、何か食料だけは。もうすぐ食料なくなったらもうやばいよ、次の日行けなくなるから、食料だけはゲットしたい。うん、けどこれもういるもん、なんか来てるもん、移動ゾンビもいるし、ちょっと一回でもゾンビのあのバーンとか音が鳴ったらアウトだし、ゾンビの配置が変わってくるし、頭の中でね、あ今こっちのエリアはゾンビのあれいないよな、薄いよなって思ってもあるよな。こりゃきついっすね。ちょっと映画館の方に行きますか。いやーそれでもきついな。あんまり映画館、今度こっち行くか。きついきつい、これこの設定きつい。まあ皆さんもちょっとね試してみてください、面白いんじゃないですか。負けようと同じルールでちょっと一回やってみてください。だいぶ誘導、ああいるね、だいぶ誘導したんだけど、うわいるわ、あっちなんかいっぱいいるわ、またまたまた。12時50分か、早っ。車は使用 OK なんで、車の誘導とかもありっちゃありか。それやるか、もう無理な場合は。もうお腹減ってる、やばい。やべえな、お腹減ってますよ。
疲れるんですけど。いる。あー無理だ。おっつかんだこれ。車使ってみるか。車は車で思いっきりやるしかねえなこれ。一旦左エリアのレストランあたりでスーパー車誘導するか。車誘導も結構難しいからね。いやーちょっと飯が欲しいっすね。もう1時これやべえな、マジでやべえな。ゴキブリとかちょっとゴミあさりせないかん可能性もあるね。視界も悪くなるしな。ちょっと車使ってみるか。さあえぐいですよ。こっからえぐいですよ。多分えぐい感じっすよ。相当ゾンビ集まると思う。もちろんゾンビは車では倒せません。倒せませんが、ちょっと待って、ちょっと待って、倒しませんが、ははは、ああやばいね。車誘導かなりこれ 上級者向けだね。まあこの広い、広い場所なんでできる技なんですけど。本来であればここで今度ねゾンビを燃やすとかいう作業ができればすげえ楽なんですよね。これだけ集まってるんで。いや無理だろこれこれ無理だろ、マキオさん無理だろこれ。ちょっとあごめんなさい。いやーすげえ鳥肌立つわ。こりゃ鳥肌もんだね。多分これこのゾンビの量だけでも数百匹いるね。あーごめんなさい、ちょっと無理かも、これ避けれない、ごめんなさい。ご飯もないから早くご飯が欲しいんですよね。一旦こっちにまた寄せます。このゾンビどもを一旦、はい、かなりこっちに寄せることはできるんじゃなかろうかと。一回外出ますけどね。これ結構でかいと思う。まあ、こっち側の森のゾンビとかも来ちゃうんで危ないですけど、これで一回森の方にも誘導して、うわーいる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 、ふう。じゃあちょっと
マキオさん、一旦下からもう一回入り込みます。ここで誘導しつつ、はい、来てるね。一周してきましょうか。一周したいけどすごいねこれ。いやごめんなさい、これはちょっとごめんなさいね。ここもちょっとごめんなさいね。はい、えぐいっす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 。これエンジン止まったらアウトです、アウトです。ちょっと待ってくださいね。はいはいはい、ちょっとごめんなさいね、それはごめんなさいね。はい、もうまあ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 、ここもごめんなさいね。やばい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 、ガー終わった。これ無理だわ、全然前に進まなかった今。まあ警備員で行きますと、今回は警備員で行きましょう。はい、いやーやっぱ難しいな。そうもうよ、そうだね、やっぱり死ぬとは思ったわ。ただ今回のミッションに関してはまあ銃のレベルを上げたりそういう作業はしなくていいんで、とにかくゾンビは殺せないんで、もうこのまま一回あの本営拠点には戻りますけども、そこからレベルを大工仕事ぐらいかな、上げるの。うん、いやー最後の卒業ミッションきついな、やっぱえぐい。で今ウエスト、ん、これ多分ウエストポイントから始めたと思うんですけど、あウエストポイントですね、ウエストポイントね、確かここら辺に車を置いてるんで、わ結構遠いな、あの車乗って一旦戻ります。はい、あと靴もシューズに変えようかな。あなるべく音が立てれない、立てないように、身軽にしよう。そして身軽にで、いろいろちょっとスキルはこのミッションに合わせたスキルに見直しました。今回のキャラクターはかなりあの猫目をつけたりしたんでね、猫目とか視野角が広くなってると思いますよ。いやー終わるかなこれ、最後ギブアップする可能性あるな、マジで難しい。やって今なんとなくイメージはつかんだんですけど、きついなー。食べ物ゲットしたかったけどね、またちょっと一からっすね。まあまだスタートしてほんの一瞬だったな、マジで。なんか車が進まなかったな、あれなんか木があったのかな、あれあれと思って。あ道が狭かったしね、ゾンビがえらいいたな、あそこの森んとこ、なんだあれ、えぐかった。すぐ死んだわ。このミッションを一緒にやってほしいな。この条件で目次録設定でやってみてほしいね。はい、多分これ動くんじゃなかったかな。はい、動きますね、はい、2つぐらいあるもんね、結構止めてたんですよ、ここ後で拾おうと思って。よし、すぐ戻ります。
いやー、開始何分で死ぬとは誰も思ってないよな。ミッションファイルと。いきなりミッションファイルドで終わりっていうの熱いね。リアルだね。いや、ここまでレベル結構、あ、動かんくなるなこれ。また帰ってきたよ。いや、これもしかしたらあのルールはライブ配信とかでやると結構みんなドキドキしながら見れるかもね、うん、さて、こっからちょっとレベル上げます。はい、はーい。戻ってきました。バレーステーションの行動拠点ですね。はい、まあ死にましたね。初心者あるある、まあいや初心者に限らんな、ゾンボイドあるある。まあ車がスタックして、ゾンビに囲まれて、噛まれて死ぬというパターンですね。で、まあ原因としてはちっちゃい木ですね。ちっちゃい木見逃した。あったね。まあ、マキオさん、ごめんなさいね。もう注意しながら走ってたんですけど。やばい。まああったんだね。ないと思って。マテオさんの意識の中では。で、なんで進まないんだ、いや木なかったけどなって思いながら走ってるから、あそこ、うん、まあミッションリスタートはしますよ、もちろん。まあ良きかな悪きかなね。まあミッションスタートしてからすぐに死んだんで、まあほとんどというかもう全くモールエリア内探索もしてないし、まあ何も変わってないんですよ、状況が。まあゼロの状態だから、まあ気分よくまたリスタートはできるんですけど、改めてこれちょっといろいろね、死んだ後考えてたんですよ。あ、これはちょっとこうしよう、ああしようということで追加のルールを決めます、こっから。はい、3回しか死ねないことにします。はい、ここからリスタートして3回目に死んだキャラ、3回目に死んだ場合、もうそこでミッションは失敗します。そうじゃないとこれずるずるいけちゃうんで、まあ、考えてみればわかるとは思うんですが、まあそういうことですよ、うん、まあ説明はもういいかな。まあ環境が変わりますよね、どんどんね、うん、なのでもう3回で終わり。いやあのクリアするまで何度もトライしろよと。そして最後ゴールを迎える感動、それ見たいよっていう意見もありますけど、それやっちゃうとちょっと違うなと思って。やっぱ3回が限度だろうと、うん、マキオの中で。これね、あの前回ミッションスタートして現場に行って分かったことだね。でミッションの穴というか、まあいろいろね、あ、このパターンもあるかと、それのルールも決めとかないとなっていうのが少しね、なんか見えた気がするんですよ、うん、そういうのも含めてのもう残り3回、ね、リスタート、ここからまあリスタートして3回で終わりということにします。そしてプラス、ミッション期間中であると、この3回、まあ、例えばミッションリスタートして、キャラが死にます、死んで2キャラ目行く間も全て、ミッション期間中であるということにします、うん、これは何を意味してるかっていうと、ミッション期間中なんで、仮にゲットした道具は次のキャラに引き継げますよっていうことにします。そうじゃないといろいろ問題が出るんですよ、穴が出てくるんで、はい、まあこれも詳しく説明すると話長くなるんで、まあそういうことです。まあそれでいきます。はい、いやーやっぱね、行ってみらんとわからんことはあるね。頭の中で想像しながらミッションのルールを決めて、そして、いざミッションをやって
影行こうとした中であれってこれはどうなるんだ、この場合はどうなるんだってね、いろいろ出てくるんで、まあミッションルールもね、その場その場でいろいろ改変していかないといけないですね。まあがっちりとしたルールができたらね、一回皆さんもやってみて見るのも面白いかなとは思いますけど、まあそんなこんなでね、まあレベルも上げてね、まあレベルはね今回もう武器使わないんで、武器レベル上げる必要ないんで、まあ楽だったですけど、大工仕事と自動車整備とか上げるぐらいでね、パッと戻ってきて、今9月の30日となりますと、まあお昼なんでね、まあ準備が整ったらまたゼロスタートということで、もうここからリスタート、はい、ミッションリスタート、もう今までのことは何もなかった、何もなかった、見なかったことにしましょう、何もなかった、はい、新たなルール適用、さらにまあちょっとルール厳しくなりますけどね、もう3回死んだら終わりということになります。もう前回はマキオさんね、正直舐めてた部分はありました、はい、舐めてました、まあ言ってみなんとわからんっていうのもありましたし、まあ言ってわかったこと、状況はかなり厳しい、クリアできないんじゃないかっていう思いもありつつ、ちょっと負けようの真剣度レベルも1段階に2段、いや違うな、もうマックスレベルまで上げないとちょっと厳しいって思ってますんで、リスタートミッションに関してはもうかなり集中してやっていきます。正直ね、危ないと思ったら逃げるし、もう見せ場ないかもしれませんよ、うん、そんな中で、ちょっとまたリスタートミッションやっていきたいなと思います。でまたちょっとミッション内であれちょっとこれはこの場合はどうするっていう、ミッションの穴というのに気づいたら、その時また指摘していきますんで、はい、ということで、次の日か次の日か翌々日かに、また出発準備します。はい、8月の31日、ここからまたリスタートミッションということで、新たに、気持ちを切り替えて、やっていきます。ここがもう本当に、後がない状況で、遊んでいきますんで、ミッションクリアできるかできるかな、心配だね、行きましょう。もうじゃがいももう枯れてるよ、まあ食べれないからねこれね。水しか持ってません、はい、一応もう水ね、はい、もうポーチも空で、トレーラーも空、後ろはなんだ、後ろも空ね、空、あ、水が乗ってますね、水は持っていけるんで水は OK ということで出発しましょう。リスタートミッション行きましょう。ここから3回死んだらアウト。そしてあとまずね、ちょっとまず思ったのが食べ物、まあ、早く食べ物をゲットしないとまずいんですよ。で悠長に構えてたらどん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 危うい状況になるんで、危ない橋を渡っていかないといけないっていうこともありますね。あとね、車はね、大型車はやめました。ああ、もう小回りの利くね、ちっちゃい車、これに限る。ああ、このミッションはこれじゃないと厳しい。まあなるべくゾンビが引かないように、運転を心がけております。はい、これはルール説明しましたんでね。来ましたね、はい、じゃあリスタートミッションスタートします。まずはちょっと食べ物だね。リスタートミッションスタート。こんなにいるんだよ、やばいね、ほんとやばいこれ、あ全部くれ、